その日はですね、私は本当は休みだったんですよ。休みだったんですけども、隊員の中で代わってくださいっていうのがいらっしゃったので、午後からの出勤になりました。その午後の出勤で、この中央監視室にちょうどカメラさんある位置に私いたんですね。でそこで揺れてきたねということで、そこからまたね、強い余震、地震になったもんだから、とりあえず私警備員やらせてもらってるもんだから、そこにあるマイクで一応こういう地震の時には放送内容分があるんで、それを読もうと必死になってました。でマイクのスイッチ、一斉放送をやって、放送はしました。強い揺れを感じていますということで、でもかなりの強い揺れで話している途中に飛ばされてしまったんです。ドーンで飛ばされてから、もうこの景気類からみんな警報音が鳴って、もうどうしようもないという形になりました。この時でその建物確認しなくちゃいけない、どういうふうになってるか。その間にほら、あの時当時雪降ってきたでしょ。早く入れなくちゃいけないっていう気持ちはあったんだけどもね、あの寒い中みんなそこにいるわけですよ。もう真っ白になりたから、あの雪がね、もう本当に皆さんの気持ちから本当に温かい体力をみんな奪ってってね、あどうしようもねえな、こっちも確認できてないし、早々に入れるわけいけないなっていう、うちも本当にその辺は大変でした。まあ余談なんですが、引っ越し先の青葉区 のなんだ小松島なんだけどね、夜にちょっと駐車場に違う車止まったもんだから、帰りがてらちょっと家に行ったのがね、だいたい3月10日の11時40分から50分の間で、ずっとそれを見ながら帰って、高松の井上の街道をリフの方に向かって走ってったら、夜中だよ、カラスの大群がボー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 ってさ、空埋め尽くすぐらいの真っ暗にドーンとね、東から西の方に行った。あれ、あれ見た瞬間、もしかしたらみたいな。で、その次の日がそれだったんだからさ、いやそういうことってやっぱあるんだなっていうのは思いましたね。必ず地震は来るよ言われてたでしょ、地震は来るのは分かったんだけど、まあ地震でね、その後津波が来たっていうのは本当に今まで経験したことないもんだから、いやもう本当にどうしようもなかったなと、どうしようもないから、本当にこれからどうしていけばよかったのかなっていうよりも、自分は人よりはやっぱり恵まれた面もあったしね、そういうふうに交代してもらって、そういうふうに自分の財産みたいなものを守ってもらったのかなと、そういうふうにずらしてっていうかね、そういうふうに当たらないようになったのかな、本当にラッキーだなと思ってましたね。このように大震災になって住宅そして家屋と亡くなった方もたくさんいます。でもその中でまた新しく頑張るんだという気持ちで、またゼロからのスタートかもしれませんが、これから乗り越えられない、ね、そういった試練というのは神様は与えてくれないか、ね、みんなで頑張っていけば必ず復興は遂げられると私は思ってますから。で、まあ、メッセージとしては、宮城県沖っていうのは30年か40年に1回でしょ、また来るから、その時はこういう状態のところの時を思い出して、またそういう場面に直面したらまた、いい方向に捉えて、みんな一人一人絆を持って、ね、頑張っていけばいいんじゃないのかなと思いますなんかね、そのようなことで、ね、あとはそうですね、皆さんが本当にこれから希望を持って行ってもらえばいいと思います。以上です。